業界初、触れずに変える。姿勢矯正トレーナーのレグルスです。今回は認知のズレがある反り腰について説明していきます。反り腰は腰痛など様々な体の痛みや不調を引き起こします。一般的に反り腰とは骨盤が前傾で腰を反っている姿勢をイメージされると思います。だから骨盤を中立にしないといけないと思っている方も多いと思います。実は骨盤を中立にしても腰椎付近の筋肉が過緊張していることに変わりはないので、この姿勢でも反り腰ということになります。大多数の方が反り腰ではない姿勢を取るとするならば、少し膝を曲げて上半身を倒した、このような姿勢にならないといけません。これはお尻の上が後ろに引っ張られるような感覚でお願いします。この姿勢になると股関節重心になるので、腰の筋肉の過緊張がほぐれたのがわかると思います。反り腰をなくして上体を起こすためには、骨盤が前傾のまま体の重心を股関節重心に合わせて腰付近のこわばりを取り、ガチガチに固まっている腸腰筋を正確に動かしていき、腰の筋肉ではなくて腸腰筋で姿勢を保持することが必要です。ここで腸腰筋が動いているかを確認する方法として、このような姿勢で腰を丸めた時に腰椎周辺の筋肉が外側に開けば動いていることになり、逆に丸めてもここが閉じたままの方は腸腰筋が動いておらず反り腰ということになります。ということは、どれだけ腰を丸める運動をしても、整体でほぐしてもらっても、腸腰筋が動いていなければ反り腰は一生治らないということです。これから腰付近のこわばりを取り、腸腰筋を動かす体操をお伝えしますので、ぜひ最後までご視聴していただきたいと思います。股関節重心になるための普段の歩き方、座り方、立ち方については、この2つの動画を見て必ず実践してください。このようなストレッチをする姿勢を作っていただいて、まず右股関節にしっかり体重を乗せます。顔と手をしっかり上に上げて、顔と手が一緒になるようにゆっくり下ろしていきます。半分までいったら最初の位置に戻ります。そして最後までいきます。最後まで行ったら、最後は顔だけ上げて、顔だけ戻して、1回です。これを左右2回ずつでいいので、毎日継続してみてください。右側が2回終わって立ち上がってみると、腰付近が伸びた感覚と、右股関節がはまった感覚が芽生えると思います。次は逆側をやっていきます。まず、左の股関節にしっかり体重を乗せます。顔と手を上げてゆっくり下ろしていきます。半分まで行ったら今の位置に戻ります。最後まで下ろしていきます。最後は顔だけ上げて顔だけ戻します。左側が終わって立ち上がってみると、腰付近の伸びと左股関節がはまった感じをぜひ感じてください。次は椅子を使った体操をやっていきます。足の間は一拳、膝の間も一拳の姿勢を作ってください。両手をこのように振っていただいてもよろしいですか。手が重いのを感じてください。手を振りながら上半身を倒していくと手が軽くなる位置があると思います。この姿勢が股関節重心の姿勢です。
この姿勢をキープした状態で、手を頭の後ろに置いて、背骨を丸めて、反るを10回やっていきます。注意点としては、このように前に倒れるのではなくて、しっかり背骨の部分を丸める意識でお願いします。そしてこの骨盤がこのように動かないようにお願いします。しっかり股関節重心の姿勢をキープしたまま丸める反るを10回お願いします。正面が10回終わったら、次は今の姿勢をキープしたまま左足に体重を乗せて、ゆっくり無理をしないような範囲でねじっていきます。膝と骨盤が動かないようにねじってください。そしてまたこの位置で丸める反るを10回やっていきます。注意点としては、先ほどと同じで骨盤が動かないようにお願いします。左が10回終わったら、また最初の姿勢に戻って、次は右足に体重を乗せて右にねじっていきます。そしてまたこの位置で丸める反るを10回やっていきます。逆側のお尻も浮かないような意識でお願いします。椅子の体操が10回ずつ終わって、立ち上がってみると、立ち姿勢がスッと立てる感覚と、腰付近が軽い感覚が芽生えると思います。正確に腸腰筋を動かしたことで、腰の筋肉の過緊張が取れたからという理由です。登録者1000人以上の姿勢矯正トレーナーレグルス公式 LINE、 現在友達追加特典として講座資料、限定クーポン、無料体験講座を用意しています。無料体験講座の内容は、1基礎編、いい姿勢になり痛みや不調など体のお悩みを劇的に改善、2応用編、あらゆる分野、スポーツ、表現者など業界トップへ急成長、3受講者改善実績事例、本質の姿勢改善プログラムでお悩み解決へ徹底サポート。 LINE 登録は概要欄からお願いします。皆さんお疲れ様でした。今日から股関節重心になるための普段の歩き方、座り方、立ち方に合わせてこの体操を毎日継続してみてください。少しずつ腰のこわばりが取れて、腸腰筋が柔らかくなっていき、反り腰改善につながります。確実に最短で反り腰を直したい方は、姿勢矯正トレーナーレグルスの姿勢矯正システムを受講することをお勧めします。1日10分の体操があなたを変えます。次回からも皆さんにとって有益な動画を投稿していきますので、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックをしてもらえれば嬉しいです。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方は、コメント欄に感想やいいね、質問などをしてもらえればと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。